ゼイリブ。ゼイリブは1988年制作のアメリカ合衆国の SF 映画96分カラー。ジョン・カー・ペンターが制作のほぼ全ての分野に携わった。SF 映画、ホラー映画の形をとった風刺作品であり、またアクション映画の面もある。この作品には1980年代の社会に蔓延した。 物質主義的思考に対する批判や特権階級の者らがメディアを悪用し人々を洗脳し社会を先制的に支配していることに対する批判や警告が織り込まれている。主人公の灘、ネーダは死がない肉体労働者。世は貧富の差が激しく失業者が溢れている。家がない灘はフランクに誘われて労働者仲間のーロケ、キャンプ地に 仲間たちと一緒に止めてもらうことになり、そこで何気なくテレビを見始めたが、画面には贅沢な消費生活にどっぷり使った女性の映像が流れている。ところが、受信映像が不意に乱れたと思ったら、正規の放送局の映像とは思えない、乱れた電波が画面に映り始め、その映像に現れた男が、こんなことを言い始めた。我々の暮らしている世界は、 人工的な仮眠状態にされています。あるグループが信号が発信されているのを発見したのです。彼らは抑圧的な社会を作り上げているのです。彼らの目的は皆の意識をなくすことです。彼らの目的は人々を欲に目をくらませ、物質主義者に仕立て上げることです。彼らは自分たちが生きるために我々を眠りこけさせ、欲に狂わせている。我々は 奴隷にされているのです。映像が消えると、灘の近く座っていた男がなぜか、そわそわと立ち上がり出ていく。灘は不審に思い、気づかれないようにその男についていく。男は、近所の教会堂の中に入っていく。自由教会、という名の教会で普段から賛美歌が聞こえてきていた。灘は気づかれないようにこっそりとその教会堂に足を踏み入れる。賛美歌が聞こえていたのは、 人の声ではなく、録音テープで流している不思議な教会であった。その教会堂の隣室では、人々が何やら議論をしていた。名田は壁に隠された収納スペースがあり、そこに段ボール箱がいくつも入っていることに気づく。名田はとりあえず教会から退散した。不思議な教会のことが気になった名田は、後日もその教会堂を、外から観察し続けた。すると、 名田のいるキャンプ地に突然に武装警官の集団が襲いかかった。翌日名田が境界道に行ってみると人が誰もいなくなっていた。名田は隠し収納部屋があったことを思い出す。名田はそこから段ボール箱を一つ持ち去った。町の横丁にたどり着きその段ボール箱を開けると中には黒いサングラスがぎっしりと詰まっていた。そのうちの一つを手に取ると残りは 段ボール箱のままゴミ箱に捨てた。何気なくそのサングラスをかけて街をブラブラと歩き始めた。すると街の景色が何やらいつもと違って見える。宣伝の平凡な写真の看板やカリブ海旅行の看板をメガネを通してみると命令に従え結婚して出産せよと書いてある。サングラスを通してみると雑誌にも新聞にもテレビ放送でも消費しろ。 考えるな、眠っていろ、権力に従えなどの不気味な命分に満ち満ちているのが見える。しかも街中の裕福そうな人々の大半は骸骨のような恐ろしい顔をしたエイリアンだった。エイリアンが人間のふりをしていたのだ。このサングラスはエイリアンの本当の姿及びエイリアンらが作り出している洗脳信号を見抜くことができるサングラスだったのだ。すると突然、 警官が奈ダに襲いかかってきた。サングラスを通して見ると、その警官もエイリアンである。実はすでに地球にはエイリアンが溢れており、政府の中枢もテレビ局にもエイリアンが人間に擬態をして入り込んでいて人間は彼らに支配されていたのだ。人間たちは偽の現実の中に生かされていたのだ。奈ダたちはエイリアンたちに対して戦う決意を固め、行動を開始した。やがて、 ホリーという女性と知り合い、彼女のことが気にかかったナダは真実を告げようとするが、エイリアンたちに阻まれて、体を余儀なくされた。ホリーはその場に残されたサングラスに視線を落とす。同じ労働者だったフランクに真実を告げようとするが、彼は拒絶。ナダは殴り合いの末フランクを説得し、エイリアンによる支配階級に反旗を翻すべく、サングラスの製造者たちを突き止め、 彼らレジスタンスに合流。途中で真実を知ったホリーも一向に加わる中、レジスタンスのアジトがエイリアンにより襲撃を受け反戒。ナダとフランクは命からがら脱出する。エイリアンたちは特殊な電波を発信することで自身を人間に見せていた。そのアンテナを破壊すればエイリアンたちは正体を暴かれ、人類に知らしめることができる。レジスタンスの生き残りとして、 アンテナを破壊しようとするナダたちだったが、そこへ、ひょっこりと知り合いの不老者が現れる。貧相だった。彼は、黒のスーツに身を包み生髪も済ませ、いかにも、上流階級といった格好になっていた。彼は、エイリアンと取引をして、仲間に加わり、その恩恵を受けたのだった。ナダと、フランクも仲間になったと思った不老者は、ビル内に案内するが、途中で反撃され、 捨てゼリフを残してテレポートで姿を消した。そのまま屋上を目指すナダとフランク。そこへホリーが合流するが彼女は突然フランクの頭を撃ち抜いた。すでに彼女はエーリアンの手先に成り下がっていたのだ。アンテナを破壊しようとするナダに銃を向けるホリー。しかしナダは隠し持っていた銃を取り出してホリーを銃殺。アンテナの破壊に成功したが直後。 駆けつけたエイリアンによって、なだも撃たれてしまう。呆然と夜空を見上げる中、アンテナによる未体が機能しなくなり、ニュースキャスターや評論家、テレビ俳優等の社会に溶け込んでいる、様々なエイリアンたちが、次々と正体を暴かれていき、人々は、老狽を隠せず、騒ぎ立てるのだった。この映画は二つの作品から生まれた。一つは、レーネルソンによる、朝の八時であり、 ザ・マガジン・オブ・ファンタジー・アンド・サイエンス・フィクション誌に1963年に掲載されたものである。もう一つは、ナダと呼ばれた作品で、ザ・エイリアン・インコ・ウンターズ・コミック・ブックに掲載されたものである。それらの要素に加えて、1980年代に、かつてないほどに増大した通俗的な資本主義に対するカーペンター監督の嫌悪感が表現されている。 カーペンター監督はかつて次のようにコメントしたことがある。再びテレビを見てすぐに気づいたことはテレビ画面に映し出される映像はすべて我々に何かを売りつける意図のもとにデザインされているということです。映像はすべて我々に何かを買いたいという欲望を起こさせることを意図して作られているのです。彼ら映像の作り手がやりたいことといえば我々のお金を奪うことだけです。 この作品では、邪悪な骸骨のようなエイリアン、異星人がテレビ放送、マスメディアを用いて、自分たちの姿を地球人であるかのように偽り、また、洗脳手法、例えばサブリミナル効果の手法を用いて、人々を支配している様子が衝撃的に描かれている。劇中主演のロディ・パイパーとキース・デビットが、約6分にわたって繰り広げるバックドロップなどの、 プロレス技を応酬する喧嘩シーンがある。また後半に劇中の登場人物が暴力的な映画を球断する内容のテレビ番組を見ているシーンがあり、その番組の中でコメンテーターがカーペンター監督作品は特にひどいと名指しで批判しているいったジョークを挿入している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。